Number 1. When can you submit the report? A. To the boss. B. I'll send it by email. C. By next week. Number 2. Where can I get my bikes fixed? A. No, you can't. B. It costs $10. C. There is a place around the hospital. Number 3. How long will Tony be in Sydney? A. About 4 feet. B. Another year and a half. C. He looked good.いかがでしたでしょうか。パート2、TOEIC パート2の練習問題3問やっていただきました。問題1から解説していきたいと思います。まずね、もう一度言いますが、TOEIC のパート2っていうのは、問題文に対して適切な答えを選択肢 A、B、C の中から選ぶという問題です。なので、A、B、C 一つずつ見ていきましょう。まず、問題文は、When can you submit the report? ですね。はい。まあ、いつレポートを出すことはできますかっていう意味ですよね。なので、注目すべきは別にね、今僕は日本語文に訳しましたが、訳す必要ってないんですね。もう When っていう最初に言ってるんで、いつか聞きたいんだなっていうのを頭に入れておけば別に OK です。テクニックでこれは解けちゃいます。なので、When が来てるから選択肢としては、いつっていうのが入っている答えを選べばいいということですね。じゃあ A、B、C 見ていきましょう。A、to the boss。これ、いつかっていうの入ってますか？入ってないですよね。ボスにっていうことですよね。ボスにレポートを渡します。なので、who に対する、誰に対する答えですよね。なので A は間違い。B、I'll send it by email。これは、メールで私はそれを送りますっていう、まあ、宣言というか、意味なので、ね、これはどうやってレポートを出すんですかっていう問いに対しての答えなので、これも違いますよね。じゃあ C、by next week。next week までにっていう意味ですね。by っていうのはいろんな意味がありますが、ね、までにっていう意味もあります。はい。でよくね、by と until がごっちゃになってしまっている方がいますが、この by は、例えば by next week だったら、明日でもいいし、明後日でもいいし、とにかく、来週までには終わらせますよ。っていう、何々までなんですね。で、until っていうのは、何々までずっとしますよっていうことですね。なので、もし、I watch this is until midnight っていうと、ミッドナイトは夜中なんで、夜中までずーっとお皿を洗い続けますよって言いますね。もし、I'll watch this is by midnight って言うと、夜中までにお皿を洗い終えますよ。なので1時間後にやってもいいし、今すぐやってもいいし、とにかく夜中までにはしますよって言いますね。何々まで、同じ日本語の何々までですけども、意味はね、2つありますね。何まででね。2つ以上あるかもしれないですけど、まあ、アンティーとバイでそういった違いがありますよと。で、結論、この問い1、問題1の答えは C ですね。はい。by next week。来週までに出しますよっていうので、答えが C になります。次行きましょう。どんな問いだったかっていうと、Where can I get my bike fixed? ですね。はい。これもさっきの when と一緒で、where って聞いてね、場所を表す選択肢を待ち構えていれば OK です。はい、ちなみにね、Where can I get my bikes fixed? の意味を知りたい方のために言っておくと、私はどこで私のバイクを修理することができますかっていう意味ですね。直訳すると、get は手に入れるではなくて、何々させるっていう意味があるんで、私のバイクを fixed、修理された状態にさせることができますかっていう意味ですね。はい、get は使役動詞とか言ったりしますね。はい、で選択肢見ていきましょう。 A No you can't。 これは、ね、おかしいですよね。どこで私の自転車修理することができますか？ No you can't。
いいえ、あなたはすることができません。なんか、意地悪というか、会話成り立ってないですよね。はい。なので A は違う。B、It cost $10。これもどこでって聞いてるのに急に値段言われて、いやいや値段の前にどこで修理できるのか教えてくれよってなりますよね。なんで B も違う。C、There is a place around the hospital ですね。まあ結論これが答えなんですけれども、どういう意味かっていうと、There is a place、そこには場所があります。Around the hospital、ホスピタルの周りに近くに。病院の近くにっていう意味ですね。で、これ TOEIC がよくやる引っ掛ける、手法なんですけれども、ホスピタルって結構日本人が馴染みのある言葉だと思うんですね。病院って。だから、このね、Where can I get my bike fixed? のバイクも聞き取れるか、あ、自転車の話してんなって、テストを受けてる人は、TOEIC のテストを受けてる人は思いますよね。で、ホスピタルっていう単語が出てくると、自転車とホスピタルは、病院はあんまり関係ないな。だから C はとりあえずないなって考えてしまいそうじゃないですか。あと一個はそういった足切りじゃないですけど、そういったなんか単純な考えをする人に高い点数を取ってほしくないので、こういった引っ掛けとかも入れてきます。なので、気をつけてください。はい。まあね、答えは C になります。次行きましょう。最後ですね。Number three. How long will Tony be in Sydney? ですね。はい。これも、How long って言われているので、長さを聞いてるわけですね。だから長さを表すような、答えを待ち構えておけばいいのかなと思います。はい。まあまあでもね、長さっていうと、時間の長さもあり、距離の長さもあるんで、そこは気をつけないといけません。選択肢を見ていきましょう。A, about 4 feet. はい。これは約4フィートです。ね、これが、距離の長さ。物理的な長さですよね。でも、問題文は、トニーはどのくらいシドニーにいるんですか、これからね、ウィルなんでこれからいるんですかっていう質問なので、長さの話はしてませんよね。物理的な長さの話はしてませんよね。なので、これはおかしいと。はい。引っ掛けですね、これも。B, another year and a half. はい。another year and a half. これどういう意味かっていうと、もう一年半って言ってるかな。もう一年半って意味ですね。はい。だからこれが正解ですね。トニーはあとどれくらいシドニーにいるの?ウィルやからあと、これから先どのくらいいるのっていうことなんで、another.もうって意味がありますね。もう別のとか、そういう意味があるんで、もう一年と半年、シドニーにいることになりますっていう回答が正解になります。これね、実際僕の、インドネシア人の友達、トニーがシドニーで出会ったんですけど、彼はあと一年と半年、シドニーにいるそうなので、ちょっとこの問題文を作ってみました。ちなみに、C、He looked good、これはね、彼は、元気そうだったよみたいな意味ですね。How are you? とかの How でも使われるんで、彼は元気そうだったよみたいな感じで、引っ掛けを作ってくるのが TOEIC だと思ったので、こういった引っ掛け問題もちょっと作ってみました。はい。いかがでしたでしょうか?こんな感じでね、TOEIC の練習問題を作ってアップしようと思っておりますので、TOEIC の問題定期的に無料で練習したいなっていう方は、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では、See ya!